おーい、レジャーだって言いましたよ。レジャー様金玉よっしゃーってレジャー早すぎるでしょ。やってみてや。どうですか。レジャー様金玉よっしゃー、めっちゃ早口レジャーさん始めましたはい、これ得意っす。だからゼバッチが単独でレジハウスに来てくれました。はい、というかほんまイライラ君も来るよって言ったんですけど、そうっすね。なんか今今日とおるらしいやんあいつほんま3時間ぐらい遅刻してますもん。おお、3人で飲む時大体さ、はい、あいつ一番遅くない？一番遅いです。すんごい遅いよな。はい、遅刻に遅刻を重ねてますもん。そうやんな。はい、大体俺らみたいなもんもさ、はい、5分10分ぐらい遅刻する人もないけどしますね。あいつなんかそうじゃないもんな。すごいっすよ、その息を超えてますよ。謝ったら何してもいいと思ってん。ほんまに余裕で1時間遅れてしょすしょすしょしまあいつしょすしょしましょうということでちょっとね2人で暇になっちゃったんで、うん、今日やるのはパチゲあー来たこれ来ましたね、ついに。かいやー、俺らの伝説の企画パチケンに、はい、いよいよゼバシ降臨ということで、はい、しか打っていきたいと思うんですけど、うん、まあこれ打つ際にそのちゃんと説を唱えてるんですよ。あー、はいはいはい。今回はじゃあ今回はまあそうっすね、ゼバッチだから、うんうん、今 YouTube 一本なわけじゃないですか。期間限定ね。はい、期間限定でね、うんうん、諸事情があってね。そう、諸事情ありましてあったんですけど、まあ要は俺もほんま YouTuber で真面目にやってる人に、うん、これ失礼なのかもしれないですけど、うん、もうフリーターみたいなもんやと思ってるんですよ。まあでもそうですねそうちゃいますそうそうっすね。会社所属、事務所に所属してる人もおるかもしれんけど、うんうん、別に固定給をもらって頑張ってるわけではない。まあでもそうです。その会社、その人間的に守られてるわけではないじゃないですか、うんうん、自分でやっぱあえてあくまで動画を上げて頑張ってる。はい、まあ正面派遣で仕事取ってバイトやってるやつとあんま変わらんと思うまあまあそうっす。で俺もその一人なわけで、うんうん、今回はフリーターだったら勝てる説でいきますか。え、いきますか。フリーター2人なら勝てる説でいきますか。やりましょうか。あ、そうっすね、まあ、やっぱりその後ろもんがないやつらっていうのは。そうっすね、強いっすから。もうえぐいことになるから3人目いる。いや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 、ごめん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 、して今カズニーが隣で編集頑張ってくれてるんですけどね。いや、悪いですよ、カズニーだってもう突っ込む彼ないでしょそう、だから俺が出す予定でしょ、それ多分おそらくやけど無理っすよ、それ抵抗で、うん、あの資金倍出したら勝てるんですよいいってやばい。この間やばい企画思いついてたからな。俺が全部出して、はい、あのこいつともう一人メンバーの資金を、はい、軍資金全部出して、で買った分を3等分しようみたいな。なんで俺がそんなハイリスクで勝負せなあかんねんのって今回はじゃあもうゼバッチからもちょっと出資していただけるということでよろしいですか、ね。うん、よろしいです。そうですね、やっぱあのやっぱ出さない、みんなパチンコに厳しいから、うん、俺が甘やかしてもな、あんまギャンブラーとしてさ甘やかせんよくないってなるから、はい、そうですね。ちょ、今回はじゃあ2人でしっかり買っていきましょうということで、はい、余談やねんけど、うん、ちょそろそろ買ったらやばいねこれ、この動画そうなんですか。買ったことないですか。いや買ったことあんねんけど、はい、マジ勝率 5% とか。いやマジほんまや、暇なやつ来ておったら、はい、このパチケンっていうシリーズの勝敗と収支ちょっと調べてみてほしい多分俺多分 4,50 はいかれてる。5%はやばくないですか。 4,50 とかいかれてんの。マジでほんまに今日まくりましょうじゃん。今日行こうやばバリ頼もしいやん今日行っちゃう今日そうしましょうかあ、わかりました。じゃあ今日バグラシしてくれるということで、はい、俺もちょっとそれに預かってね、しっかり頑張りたいと思います。はい、うわ緊張すんな。いや、そう、今緊張します。だがどうって感じましょう。よし、それでは実践スタートです。はい、最近流行りのガンダムシリーズ、ちょっともう稼働は落ちてきて人気もしてきてるんですけど、まあまあまあ有名な台なんで。なるほど、これでバチコリと出し上げるか。はい、オッケー、頑張りましょう。ちなみにゼパッチ1年ぶりらしいな。いや、そうなんですよ。俺とイラちゃんと3人でエヴァン打った時以来。そうです。1年ぶりだと全然勝ち確定です。おめでとうございます。勝ち確です。ゼパッチ上がりました。はい。これやばかった。あ、楽しんでる。今からやったら大丈夫。これめっちゃ合ってる。一緒合ってるっすか。やばい、これ当たるんちゃう。どうですか。
きましたけど。ひまちゃんの気合いで謎が知ってる。頑張れー。スタート。いや、マジあるのかな。白を買ったらいい。はい、もらってるから。もらってきた、これ押せ。来るか。あ、こう。あ、どう。あ、え、負けた。負けた。あ、やられた。負けた。おい。おい。マジ、深さい。なるほど。いやー、なかった。面白いな。重いですね。また一人、やばい道に突っ込んでしまった。いいっすね、いいっすね。楽しい。ギラさん来た。ギラさん、いいよ。すいません、すいません。4時間遅刻しました。はい、4時間遅刻。はい。頑張ります、ここから。待ちましょう。とりあえず、ギラさんまず3人で乗っていきます。OK っす。開始。頑張りましょう。ギラさんでも今別にフリーターじゃないもんな。電車決まってるだけの、フリーター。フリーターっす。フリーター3人なら勝てる説。カフェ変更です。頑張ります。ギラちゃん来たけど、財布に2000円しか入ってなかった。おい、一番貸したわ。何しに来たんや、あいつ。当ててもらうの困りますな。ああ。なんかな、フリーダム行った、フリーダム行った。どこの話できなかった。おぉなんかやめてください。やばい、気持ちよく、気持ちよく、気持ちよく。チャンスサンプライってやばいよな。さっき読んでる場所入れてるけど、どっちもないから。マジお願い、本当にお願い。フリーダム。これが一番熱い。いいや。あれ、あれ。バカお前、バカじゃないの。おいマジかよ。いや、俺の知ってるフリーダムほんと強いけどな。なんか、あ、来た、来た。いいじゃん、これ、当たるこ。え？やばい、マジ。心の病気なの、心の病気なの。やばい。えべ、マジで、ほんまに。心の病気なの、マジで。やばい。これやばい。スマブル来た。カスタム来た、絶対当たる。いや、さっきまで言ってた演出と明らか違うから見てた方がいい。もう見た方がいいって書いてもう。これはエグい。明日いい。待って、ひらちゃん笑った。これもやばい。でかい。いやー、俺、マジこれいいと思うな。待って、これ当たると思う。じゃあ、当たるだろ。守るしてんねんけど、絶対気持ちだけできた。わかりました。ありがとう。来たー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 。やべえ。いや、レバブルアップしてないです。あるある、全然あります。暑そう、なんか暑そう。これめちゃくちゃ暑いんじゃない？あんま暑くない、もしかして。あ、緑。あ、弱そう。勝った？弱い。弱そう。くそ。何これ、何だろう。外れな。おう。ある。はい、いい。おう、当たりでいいやん、こった。これで外れとかある？いや、ちょっとマジ頼むわ。何やねん、もう。長々と外れ見せやがってよ。面白いな。なんか当たったんやけど。ちょ、ほんまだるくない。いや、そういうのいらんから。ラッシュ。マジかよ。
疲れっす。お疲れ様です。あれっす。お疲れっす。あれっす。投資41,000、回収32,500円、8,500円負けっす。くぅ、まあまあそれはね、当たらんかったな。パチンコやったことない女の子を連れてくやつなんて負けて当然ですけど。実はズバッチパチンコ2回目やねんけど、1回目が去年俺とイラちゃんが無理やり連れてたエヴァイアありましたね。ほんまよくないな、うん、でまあ実践動画見てもらったら分かるけど、ズバッチだけまた出して、いやすごかったな。去年もズバッチがエヴァリ2万発出して、うん、その後の飲み代全ベットしてくれたからな、うん、あれ気持ちよかったっす。俺とイラちゃんだけ全く何もしない。ゼバチを褒めてるだけなの、すごいとか。いやマジで2回ともそれでしたもんね。いやどうでした、ガンダムシード。いや初めて打ったんですけど、まあそのこうプルルってなるんですよ、うん、もうそれが気持ちよすぎて、ああってなる。ゼバブルいいよね。怖いっすね。俺ずっと笑ってたね。怖かったちょっと。すごいと思って、こうやってずっと俺こうやってだからおもろすぎる、クラブすぎませんと、もうやばいね、右入ってるのにパパ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 みたいな、あれやばいよな。やばいっすね、ハマっちゃいそうっすね。まあ楽しんでもらって何よりっすね。まあ金はなくなりましたけどね。もう娯楽としては本当優秀でしたね。うん、今回その乗り打ちが結構特殊で、突っ込んだ金は割らんけど出した玉は3等分するみたいな、うん、だから投資はもう自由にやってくれていいけどみたいな感じよな。そうですね、1人1万だから1万ちょっとぐらい返ってきたか。ゼバッチが1万出したから1万2000あげて、ね、うん、ゼバッチ1万2000投資だったからチャラになって、もうダメです。でイラちゃんは、9000投資やって、で、はい、1万ちょっと返ってきたからなやったプラスで、そうっす。で俺1人で買って2万突っ込んで1万返ってきたから、まあ、俺1万負けっす。次1人だけ負けてるじゃないですか。しゃあないっす、当ててないんでしゃあないっす。まあまあそうやな、俺だけ当ててないもんな。それはもう負けるべきやわ俺がな。あくそー、いやーなんかフリーターみたいなやつ一人増えたから勝てるかな思うてんけどな。あんま役立たんフリーターやったな。フリーター3人集まってもダメっすね。そうやな、うん、何言ってもダメですよフリーターは。結局やっぱゼバッチがしっかり出すんやなってなりましたね。うん、すごかったっすね。ちょっとハマりそうじゃん。ちょっと怖いっていうか、あの危険な遊び教えてもらってる感が。ズバッチやっぱ酒もせやけど、そうあの依存慣れしてるやつってあれすぐ行っちゃうから。いやそうっすね、時間あったらフラッと行っちゃいそうっすね。それ危ないよな。いやせやけどちょっと今回やっぱズバッチおらないと死んでたなこれ。いやマジで危なかったっすね。スタンのことにシードむずくねマジで。いや初当てマジちょっと重すぎますよねさすがに。途中なんかフリーダムとかやって金のやつ出てきてありましたね。あれ何だったんすか。キラヤマとかなんか三男女みたいなんで敵ぶち殺しまくったけど、最後なんか弾避けられて終わったな。こんな止まった弾こうやってふいっとかやって避けられてふいっとかやって終わったよ。クソがよあれ、難かったなちょっと。まあナイファイです、ナイファイ。ドントマインド、ネバギバ、ネバギバ、ネバギバか。まあ6時半か7時ぐらい、そうっすね多分。行こうとしてるわ俺。え、今からすか。今俺これ立ち上がったら多分迎え出すわ。ほんますか。ほんまに行く人の顔してる。いやでもちょっと待ってくれ、せっかくレジャース来てくれてんねんからな、ないつでもできるからパチンコな。うん、まあ、ちょっとぐだるかこっからな。いやでもゼパシパチンコハマらんかな。いやー2回とも2回中全部当たってるっていう。いやすごいよね。あその競馬もエグかったやん。あそうっすね。あれなんぼかったん。20万かけて、40万返ってきます。かけ方エグいって。経営はちょっとほんまにハマりそうする、それで。勝ちしかないんで。パチンコはまだかけが小さいみたいな感じなん、もはや。そうっす、もはやね。もうあんなレートじゃ満足するぐらいの感じだもんな。だってもう女の子のツッコミ方じゃなかったもんね。あれすいやす。何も気にせずにサンドにぶち込むだけ。うん、まあそうやけど、まあ結果は結果やったということで、検証結果、ゼパッチもう一人欲しい。確かに。両つアウト、ゼパッチ B インにしたらもっと勝ってたな。くそー、一回3人でなんかバグ勝ちして成金パーティーみたいなのしたいな。そうっすね、バグ勝ち見せたいっすね本当。そうっすね、3人でほんまもんのな。うん、やばい時やばいからな。そうやね、
もう日本語やばいって。いや、パチンコ終わりなんでしゃあないですよ。やばいやばいとか言って、全員やばいやばいとか言って、俺もやばいって言ったし、今。もう行って、じゃあちょっと、フリーター3人のギャンブル物語は、まだまだ続くということで。そうっすね。うん、まあ、他のやってみてもいいけどな、なんか競馬とか行きたいですね、じゃあみんなで競馬行きたいっすね、3人で競馬とかいいな、いや全室やりたいっすね、うん、なんかあれやろ、予約して個室取るみたいなのできんやろ、あれ、そんな VIP あるんですか競馬に、なんかあるらしいね、そうそうそう、え、そう、そこでゆっくり3人で酒飲みながら馬見るっていう、もう符号掛けしますか、符号掛けやな、そうしよう、俺が最初に人生終わるけど大丈夫それ最初に終わるかもしれん、俺みんなで終わりましょう、ちゃんと、うん、臓器値段とか調べ出すで俺Google で多分はい、では次回パッチ券をお楽しみにということで、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、スペシャルゲストのゼバッチとイラちゃんでした、お疲れ様でした、お疲れ様です、バイバイ早すぎる時のたたきさらわれて